ゴロニオサウルスは、モササウルス科に属する海星のトカゲの絶滅した属。ゴロニオサウルスの化石は、ニジェールとナイジェリアのダコマジェール遺草から、特に産出しており、時代は、後期白亜紀マーストリヒチアンにあたる。化石はまず1930年代に、モササウルスニジェールエンシスとして記載されたが、極めて特異的な適用を示した化石が発見され、年に、 親属ゴロニオサウルスの唯一の種として再分類された。ゴロニオサウルスが示す適応は、モササウルス科に分類するには難しく、系統解析で本属は除外されることが多い。ゴロニオサウルスの葉は特異的であり、他のモササウルス科爬虫類と特徴をこととする。モササウルス科の間では切断用の葉が一般的であるが、ゴロニオサウルスの葉は、 食料の破砕に適した丸い頂点を持ち、数まっすぐである。保存された、ホロタイプの頭骨ナイジェリア北西部発のモササウルス、カ,カセキは、フランツノップ社が1925年に言及し、1930年に WE ィントンが、より完全に記載した。骨格要素は乖離した、椎骨、一本の大腿骨、河骨断片と歯が知られており、 スーイントンはこれを、新種モササウルスニジェイルエンシスとして、記載、命名した。1970年代には、イタリアのフィレンツェから、研究チームが、ダコマジェル層へ遠征し、地層の露出した複数の産地が調査された。さらなる椎骨や上腕骨断片、部分的な骨盤、下学骨の一部と、頭蓋候補を書いた、ほぼ完全な頭骨が発見された。 ナイジェリアの同地域の同一層ヒトシから発見され、さらに大きさと解剖学的特徴が類似するため、これらの新たな標本は、オーガスとアザーリーにより、モササウルスニジェイリエンシスと判断された。新たな骨格要素の記載の間に、モササウルス属との重大な相違点があることが判明し、アザーリーらは、この化石のために新属ゴロニオサウルスを命名した。属名は、 化石が発見されたナイジェリアのゴロニオ地方に由来する。新たに発見された化石の頭骨 NG1 はゴロニオサウルス属のネオタイプに選ばれた。ゴロニオサウルス属には明らかに巨大な3体の標本を除いてかつてモササウルス属とされたすべての標本が割り当てられた。すべての骨格要素のキャストはフィレンツェ大学地質古生物学博物館に所蔵されている。 ゴロニオサウルスと人の大きさ比較。ゴロニオサウルスは小型のモササウルス類であり、スイラーでは全長5.14メートルで復元されている。かつては全長7.8メートルと推定されていたが、これは基準とした頭部と全身の比率が誤っていると、ソルアは断定した。全長の9.1%が頭部であるという比率は、ティロサウルス赤と大きく異なっており、 ティロサウルス赤では全長に対する頭部の比率は13.8%である。コロニオサウルスの頭骨の大部分は大きく潰れて変形してはいるものの骨格に保存されている。頭骨全体は他のモササウルス下波中類よりも細長く、完全な頭骨長は 71cm、幅はわずか 11.2cm と推定されている。この6.31。 一という比率は、他のモササウルス下爬虫類では、タイロソリスネピオリカスに近く、ついで、プレジオティロサウルスと、タイロソリスプロリジャーに近い。復元された、頭骨前上顎骨、上顎骨、尾骨の糞の骨は、歪んで外側に平坦化している。前上顎骨派は強肩で、前方の歯の大半は、糞の始まりの直後に位置する。 大型の神経口が全上顎骨の組の背側表面に位置する。モササウルス科には珍しく、上顎骨が眼下正面の後方に伸びる。破損のため上顎骨に正確に何本の歯が存在したかは不明だが、約11本であると考えられている。鼻骨は外鼻孔の間で突出しており、眼鏡である。鼻骨の幅は長さとほぼ同等で、表面には 起伏が多く、これはティロサウルス赤と同様である。外尾光は比較的小型で後方に位置する。噴部は細く、水の抵抗を軽減していた。頬骨に関して、それはでは大きく議論されており、これは基地のどのモササウルスかの形態とも完全に異なるからである。アザーリーエトールでは、ゴロニオサウルスの頬骨が極端に長く高く、 他の鱗竜類における薄く細長い頬骨と対照的であることが指摘されている。アザーリーが提唱した機能的意味はそのような適応の洗礼がないため1988年にソルアーが否定した。頬骨の正体はハルステッドミドルトンで記念をかけられ、ソルアーはアザーリーらが頬骨として発表した部位は頬骨と下顎のカラス、海上突起が 化石化の過程で結合したものであると提唱した。真の頬骨は厚さ約1 9ミ、mm、リメートルに過ぎず、リオドンの解剖学的特徴と類似する。ホロタイプの頭骨後部の大部分は潰れているか破損している。頑強な構造をした頭頂骨は非常に狭く、前頭骨との関節は非常に複雑であったと推察されるが破損している。前頭骨は三角形で、 外尾交換の骨と胸骨に関節する。前前頭骨は著しく潰れて、元の関節から大きく歪んでしまっているが、生きていた頃には、ティロサウルスと同様の位置にあった。前頭骨は前前頭骨に阻まれて、眼下形成に関与していない。生体復元郊外の浴上骨には、他のモササウルス科と同様の歯が並ぶ。浴上骨の二つの主要な突起は、 細長い形状をゆえに破損しているが、関連する分類群のものに類似していたと推測される。外翼上骨と関節する翼上骨の突起は、ティロサウルスのものと似ており、垂直方向に平たく、大きく股状に分かれる。一般的にゴロニオサウルスの後頭部部位の保存状態は良くない。後頭部は狭く、ティロサウルス赤の特徴を持つだけでなく、 上後頭骨の形態が特異的である。上後頭骨が平たい板の分類群と異なり、ゴロニオサウルスでは、小中線を横切って、明瞭な溝が走る。元長蛍骨の側面は、異様に急勾配であり、浴場感は湾曲せず、これは、通常浴場感を覆う薄い骨の板が、破損したからであると思われる。これらの特徴は、プリオプラケカルプスの特徴と比較されている一方で、 細長さは、ティロサウルスの方が近い。歯得意的な解剖学的特徴ゆえに、ゴロニオサウルスに割り当てられた乖離した歯が、ナイジェリア中の白亜系の層から発見されている。これらの歯は、多形性の先細りを見せ、歯間は、熾烈の後方になるほど大きくなる。これらの歯は溝を持たないという点を除けば、 他のモササウルス科から除外されるゴロニオサウルスの形態に合致している。歯骨の正面に由来する歯はわずかに後方のものよりも大きいがわずかに後方に湾曲している。中央の歯は非常に大きい切断円を持ち非常に多様な厚さのエナメル質に覆われている。また歯と歯の間隔が広いことも特徴の一つである。これにより 上下の歯が確実に噛み合うことが可能となっていた。カンシーとジクシーは発見されていないが、他の複数の頸椎は首の周囲に保存されている。神経トゲは太く、追求突起はよく発達しているが、神経弓と椎骨の関節は存在しない。頸蛇ラと関節する突起は首の後方ほど顕著になる。背中周辺には複数の脊椎が発見されており、 椎体は円筒型として始まるが、骨盤に近づくにつれ平らになる。神経弓は、どの脊椎にも保存されていない。椎球突起は、頸椎のものと違って小さいが、関節はやはり存在しない。側方の突起はわずかに前側と背側を向き、骨盤方向にはあまり卓越しない。得意な特徴ゆえ、ゴロニオサウルスを分類することは難しく。 大半の系統解析からは除外されている。ゴロニオサウルスは、もともと自身の赤である、ゴロニオサウルス赤に分類されていたが、これは誤りと判明した方骨の特徴に基づく、ものであった。それは、1988年に、ゴロニオサウルスを、頭蓋だけの特徴に基づいて、ティロサウルス赤に位置づけた。モササウルス赤は、モササウルス属だけに崩壊したため、 モササウルス赤内でのゴロニオサウルスとの関係性は確かめられなかった。しかし、ティロサウルス赤に位置づけることも必ずしも正しくはない。2010年に行われたオート掛けた様の包括的解析では、モササウルス赤に置かれたプログナトドンやプレシオティロサウルス及びエクテノサウルスと共にモササウルス赤を形成した。原生種 化石種の形態学的特徴の解析結果のうち、モササウルス化に関する部分の未可に示す。プログナトド,ドン族とモササウルス族の位置づけはラッセルに従う。主張竜の容体を狩るゴロニオサウルスゴロニオサウルスと、プログナトド,ドン及びモササウルス族の他の分岐は、外尾行の境界を前頭骨が作らないことと、関節下の裏側に上腕骨が、 針状の突起を持つことの二つの特徴でまとめられている。2010年の解析の総基盤では、モササウルスかのより典型的な系統が発見され、ゴロニオサウルスは派生的なモササウルス赤のプロトサウルスに近縁で、プリオプラテカルプス赤はエクテーノサウルスとプログナトドンを含むとされた。ゴロニオサウルスとプロトサウルスは以下の特徴でまとめられた。 ゴロニオサウルスは、モササウルス科の中でも特異的な形態の葉を持つ。切断用の葉を持つモササウルス科の多数派とは異なり、ゴロニオサウルスの葉はまっすぐで、頂点は丸みを帯びて、食料の破砕に向いていた。これは、切断用の葉を持つモササウルス科爬虫類や、ワニ、主張竜といった大型の捕食動物と競合していた、可能性を意味している。現在のワニが淡水域で行うように、 海辺に接近した動物を襲った可能性もある。ありがとうございます。